メッセンジャーバッグの使用例。メッセンジャーバッグは、カバンの一種で、主に自転車便従事者向けに作られたカバンである。クーリエバッグとも呼ばれる。片方の肩からストラップを斜め掛けにして背負う、ショルダーバッグの一種。自転車便従事者向けに作成されたことにちなんで、この名がついている。物の出し入れがしやすいように留め具やファスナーなどを配した開口部が一般的であり。 それを覆う大きなフラップが機能性、デザインの両面から大きな特徴となっている。自転車での走行中にバック本体が移動するなどして走行に支障を来さないように背負った上でストラップを引き締めバックを体に密着させるクイックリリースや背後から回し込み体の正面部分のストラップにつなげてバックを固定する。 クロスストラップなど様々な機能を持つ。また、本体が耐久性に優れたコーデュラナイロンで作られていたり、内部が耐水加工されているものが多い。その実用性から自転車便従事者以外にも広く普及しており、一般向けに蒸気のような固定機能や耐水性などを簡略化して、ファッション性やフォーマル性を高めた商品も数多く販売されている。 メッセンジャーによる使用例フライターグのメッセンジャーバックティムバック2のメッセンジャーバック専門ブランドのほか、ザノースフェイスなどのアウトドアブランドビアンキなどの一部のスポーツ自転車メーカーが自社製品を制作販売している場合もある。ABC 順、ありがとうございます。